こんにちは。今日の講義は書籍半径5メートルのフェイク論、これ全部フェイクですです。この本は岡田健二さんによって書かれたもので、私たちの身近にあるフェイク、つまり偽の情報について深く考えさせてくれる内容になっています。まずこの本の大きな特徴はタイトルにもある半径5メートルという言葉です。これは私たちの日常生活のすぐそばにフェイク情報があふれているという意味を込めています。スマートフォンの画面や友達との会話、テレビのニュース、どれもが私たちの手の届く範囲にあり、そこにフェイク情報が潜んでいるというわけです。著者の岡田さんはこのフェイク情報について単に嘘だと批判するのではなく、なぜそういった情報が広まるのか、どうすれば正しい情報を見分けられるのかを丁寧に解説しています。例えば青少年の犯罪が増えているというよく聞く話、実は統計を見ると青少年の犯罪は減少傾向にあるのです。でもなぜ多くの人が増えていると思ってしまうのでしょうか。この本ではそういった誤解が生まれる背景やメディアの報道の仕方、私たちの心理的な傾向などを詳しく分析しています。そしてただ間違っていると指摘するだけでなく、どうすれば正しい情報にたどり着けるのか、その方法も教えてくれます。またこの本のもう一つの特徴は身近な話題を取り上げていることです。例えば生活保護を受けている人は怠け者が多いとか、不登校は子供や親の責任だといったよく耳にする意見、これらも実は事実とは異なる場合が多いのです。著者はこういった誤解がどのように生まれ広まっていくのかを丁寧に解説しています。さらに興味深いのは戦争の反対語は平和という考え方についての分析です。一見当たり前に思えるこの言葉も実は単純すぎる考え方かもしれません。著者は平和とは単に戦争がない状態ではなく、もっと積極的に作り出していくものだと主張しています。この本を読むと私たちが日常的に接している情報の多くが実は正確ではない可能性があることに気づかされます。でも著者はそれを知ったからといって世の中すべてを疑って書かれとは言っていません。むしろ正確な情報を見分ける力を身につけることの大切さを強調しています。例えばニュースを見るときに誰が何のためにその情報を発信しているのかを考えること、また一つの情報源だけでなく複数の情報源を比較してみること、そして自分の先入観や偏見に気をつけること、こういった具体的なアドバイスがこの本には詰まっています。著者の岡田さんはこういったフェイク情報の問題を単に個人の問題としてではなく社会全体の課題として捉えています。つまりフェイク情報に惑わされない社会を作るためには一人一人が批判的思考力を身につけるだけでなく、教育システムやメディアの在り方も見直す必要があると指摘しています。例えばセンセーショナルな見出しや視聴率至上主義の報道の在り方がフェイク情報を広めてしまう一因になっているという分析です。この本の中で特に印象的なのは著者が提案するフェイクバスターという考え方です。これはフェイク情報を見破る能力を持った人のことを指します。フェイクバスターになるためにはまず自分の思い込みや偏見に気づくことが大切だと著者は言います。私たちは無意識のうちに自分の信じたい情報を選んで受け入れてしまう傾向があるからです。またこの本では具体的な事例を多く取り上げています。例えばインターネット上で広まったコロナウイルスは 5G の電波が原因というデマについて詳しく分析しています。なぜそんな根拠のない情報が広まったのか、どのように反論すべきなのか、著者は丁寧に解説しています。さらにフェイク情報に騙されないためのテクニックも紹介されています。例えばソース、つまり情報源を確認することの重要性、ニュースサイトや新聞社の記事ならその情報がどこから来たのかが明記されているはずです。それを確認することで情報の信頼性を判断できます。また画像や動画の真偽を見分けるコツも教えてくれます。最近では人工知能を使って作られた偽の画像や動画、いわゆるディープフェイクが問題になっています。著者はそういった偽の映像を見破るためのポイントを分かりやすく説明しています。この本の魅力は難しい話題を身近な例を使って説明していることです。例えば
スーパーの特売情報を例に挙げて、情報の裏を読む力の重要性を説明しています。半額セールと書いてあっても元の価格が適正だったのかを考える習慣をつけることがフェイク情報に騙されないコツだと著者は言います。また著者は教育の重要性も強調しています。学校でのメディアリテラシー教育、つまりメディアの情報を正しく読み解く力を養う教育の必要性を訴えています。子どもたちがスマートフォンやインターネットを使い始める年齢が低くなっている今、早い段階からこういった教育を行うことが大切だと指摘しています。興味深いのは、著者がフェイク情報を完全になくすことは不可能だと認めている点です。むしろフェイク情報と上手に付き合っていく方法を学ぶことが大切だと主張しています。つまり全ての情報を疑うのではなく、適切に判断する力を身につけることが重要だというわけです。この本は、私たちが日々接している情報の中に潜むフェイクの正体を明らかにするだけでなく、それと向き合うための具体的な方法を提示しています。例えば SNS で情報を共有する前に一呼吸を置いて内容を確認すること、また自分と意見の異なる人の話にも耳を傾けること、こういった小さな習慣がフェイク情報に惑わされない力を養うのだと著者は説明しています。この本の中で著者が特に力を入れて解説しているのが、確証バイアスという心理学的な現象です。これは自分の既存の信念や考えに合う情報を無意識のうちに選んで受け入れてしまう傾向のことです。例えば若者の犯罪が増えていると思い込んでいる人は、そういった内容のニュースばかりに目が行きやすくなります。著者はこの確証バイアスがフェイク情報の拡散を助長していると指摘しています。またこの本ではエコーチェンバーという現象についても詳しく説明されています。エコーチェンバーとは、同じような考えを持つ人々が集まり互いの意見を強化し合う状況のことです。ソーシャルメディアの普及により、このエコーチェンバー現象が加速しているというのです。自分と同じ意見の人とばかり交流していると、異なる意見に触れる機会が減り、結果としてフェイク情報に気づきにくくなってしまいます。著者はこういった心理的な傾向を理解することがフェイク情報に対抗する第一歩だと主張しています。自分自身の思考の癖を知ることで、より客観的に情報を見られるようになるというわけです。さらにこの本ではバックファイア効果という興味深い現象も紹介されています。これは間違った情報を訂正しようとすると、かえってその誤った信念が強化されてしまうという現象です。つまり単にそれは間違いですというだけでは、フェイク情報を信じている人の考えを変えることは難しいのです。そこで著者が提案しているのが、ナラティブアプローチという方法です。これは単に事実を並べるのではなく、物語として情報を伝えるアプローチです。人間は物語の形で提示された情報の方が受け入れやすい傾向があるため、この方法を使うことでフェイク情報に対する効果的な反論ができるというわけです。本書ではメディアリテラシーを高めるための具体的な練習方法も紹介されています。例えば一つのニュースについて複数の新聞社やニュースサイトの報道を比較してみるという方法です。同じ出来事でもメディアによって報道の仕方が異なることに気づくことで、情報を批判的に見る目が養われるのです。また著者はファクトチェックの重要性も強調しています。ファクトチェックとは、主張や報道の内容が事実に基づいているかを検証することです。本書では信頼できるファクトチェック団体のリストや、自分でファクトチェックを行う際のポイントなども紹介されています。興味深いのは、著者がフェイク情報を完全に排除することは不可能だと認めている点です。むしろフェイク情報と共存しながら、それに惑わされない社会を作ることが重要だと主張しています。そのために学校教育でのメディアリテラシー教育の充実や、大人向けの継続的な学習機会の提供などを提案しています。本書の後半では、フェイク情報が社会に与える影響についても深く掘り下げています。例えば政治の分野では、フェイク情報が選挙結果に影響を与える可能性があることが指摘されています。また健康や医療の分野でも、誤った情報が広まることで深刻な問題が起こりうることが説明されています。著者はフェイク情報に対抗するためには、個人の努力だけでなく社会全体での取り組みが必要だと主張しています。
例えばソーシャルメディア企業の責任や政府の規制のあり方についても議論を展開しています。ただし表現の自由とのバランスを取ることの難しさにも言及し、簡単には解決できない問題であることを認めています。この本を読むことで私たちは日々の情報との向き合い方を見直すきっかけを得られます。例えばニュースを見るときに、なぜこの情報が今伝えられているのかと考える習慣がつくでしょう。また SNS で情報を共有する前に、本当にこの情報は正しいのかと立ち止まって確認する癖がつくかもしれません。こういった小さな意識の変化が実は大きな力を持っています。一人一人が情報を批判的に見る目を持つことで、社会全体のフェイク情報への耐性が高まるのです。それはより健全な民主主義社会の実現にもつながります。正確な情報に基づいて議論や選挙が行われれば、より良い政策決定や社会の発展が期待できるからです。またこの本で学んだことは日常生活の様々な場面で役立ちます。例えば商品を購入する際に広告の内容を鵜呑みにせず、本当に必要なものかどうかを冷静に判断できるようになるでしょう。健康情報についても科学的根拠のある情報とそうでない情報を見分ける力が身につきます。さらにこの本の内容は人間関係の面でも活かせます。相手の意見を聞くときに自分の先入観にとらわれずに耳を傾けることができるようになるかもしれません。また議論の際に感情的にならず、事実に基づいて冷静に話し合う姿勢も身につくでしょう。教育の現場でもこの本の内容は大いに役立ちます。子どもたちに情報リテラシーを教える際の参考になるでしょう。学校の授業でニュースの読み解き方やインターネット上の情報の扱い方を教える際にこの本の内容を取り入れることができます。企業や組織の中でもこの本の知識は重要です。社内でのコミュニケーションや意思決定の際に事実に基づいた判断ができるようになります。また顧客や取引先とのやり取りの中で誤解や偽情報を未然に防ぐことにもつながるでしょう。この本が提案するフェイクバスターとしての姿勢は個人の成長にもつながります。常に疑問を持ち自分で調べ考える習慣はどんな分野でも役立つスキルです。新しい知識を吸収する力や問題解決能力の向上にもつながるでしょう。またこの本の内容は世代を超えて共有できる話題を提供してくれます。家族や友人との会話の中で、最近こんなフェイクニュースがあったけどどう思うといった具合にコミュニケーションのきっかけになるかもしれません。それは異なる世代間の理解を深めることにもつながります。さらにこの本で学んだことはグローバル社会を生きる上でも重要です。世界中の様々な情報が瞬時に飛び交う現代において、正確な情報を見分ける力は国際的な場面でも必要不可欠です。異文化理解や国際協力の場面でもこの力は大いに役立つでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら私たちの生活は身体と心の健康によって支えられているからです。どれだけ知識を積み重ねても健康でなければその知識を生かすことができません。特に現代社会では忙しい生活の中で自分自身の健康や美容をおろそかにしがちですが、これこそが私たちが日々の生活をより充実させ長く幸せに生きるために最も重要な要素の一つなのです。そこで今回はダイエットだけでなく健康管理にも特化した重要なサービスであるライザップ結果にコミットプライベートジムをご紹介します。ライザップはその名の通り結果にコミットすることを強調していますが、これは単に一時的な体重減少を目指すものではありません。ライザップのプログラムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを中心に構成されており、あなたの目標に合わせたカスタマイズプランが提供されます。このマンツーマントレーニングの最大の魅力は過去にダイエットやジム通いが続かなかった人でも安心して続けられる点です。トレーナーがあなたの目標、ライフスタイル、そして個々の体質に合ったトレーニングプランを作成し効果的にサポートしてくれるので結果が出やすい環境が整っています。またライザップは単に運動だけに頼るのではなく、食生活やメンタルのマネージメントも含めた総合的なアプローチを採用しています。無理な食事制限はせず、
健康的に食べながら痩せることができるように、トレーナーが食事のアドバイスを提供します。このアプローチによって、リバウンドしにくい体づくりが可能となり、長期的な健康を維持することができます。さらに、ライザップの大きな特徴の一つとして、30日間無条件全額返金保証があります。これは、顧客満足度に対する自信の表れであり、もしも結果に満足できなかった場合には全額が返金されるため、リスクを最小限に抑えながらプログラムに参加することができます。この保証は、多くの人々にとって安心して始められる要因となっており、ライザップが信頼される理由の一つです。ライザップのトレーニングは、1日50分、週に2回の無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人にとって、続けやすいトレーニングプランが提供されている点も大きな魅力です。短時間で効果的なトレーニングを行うことで、時間を有効活用しながら、確実に成果を上げることができます。そして、ライザップでは無料カウンセリングも行っています。プログラムに参加する前に、自分に合ったプランを確認できるため、不安を解消してからスタートすることができます。また、トレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、他人の目を気にせず集中して取り組むことができます。これにより、よりリラックスした環境でトレーニングに励むことができるのです。テレビ CM でも、結果にコミットするというキャッチフレーズで話題になっているライザップですが、この言葉には単に体重を減らすだけではなく、健康的で持続可能なライフスタイルを手に入れることを約束するという意味が込められています。専属トレーナーが作り出すあなた専用のプログラムは、あなたの生活を豊かにし、理想の体を手に入れるための最適なサポートとなるでしょう。このように、ライザップはダイエットだけでなく、健康管理にも特化したプログラムを提供しており、健康的に痩せ、理想の体を手に入れるだけでなく、その状態を維持し続けるための知識や習慣を身につけることができます。これまでに様々な方法で結果が出なかった人でも、ライザップなら安心して挑戦できるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。